ディス、プラケです。今日はですね、キガシラ色分けヤモリの動画です。見えますかね。はい、上に見える黄色い頭の子がオスのキヨシで、下に見える地味な子がメスのヘレンです。ヘレンですね、2匹いるんですけど、まあ、ヘレン2匹いるっていうのもおかしな話なんですけど、一応ここトリオでね入ってるんですけど、今たまたまね2匹でここで、まあ、日光浴というかバスキングしてますね。でもこの種類はね、オスが明らかに、まあ、綺麗で派手で分かりやすくてですね、メスはちょっと地味な感じというね、まあ、そういうヤモリなんですけど、まあ中高生のヤモリということで、一応上にですね紫外線のライトをつけて飼育してます。今花音はですね、この今キガシラ色分けヤモリがいる後ろの部分ですね、側面にパネルヒーターをくっつけて、そこをホットスポットみたいな感じにして飼育してます。で今日はですね、この子たちにですねちょっと餌をあげていきたいなと思ってるわけなんですけど、なんかここにナメクジがいますね。なんかね、このビバリウム作った時に、ちょっと待ってください、引いてみてみましょうか。いいよ。まあこんな感じのビバリウムなんですけど、どうやらねこのね植物にねナメクジがついてたみたいで、ちょいちょいナメクジを見かけます。その都度ね、捕まえて黒山椒魚とかにあげてるんですけど、まあ、今2匹いるな、ここに2匹いる。え、なんだあれ、ちょっと今ねすごいものを見つけてしまったかもしれない。とりあえず、まあ、餌をあげようと思ってたんですけど、ちょっと今アップにしたら映るかな。これすごいものを見つけちゃったかも。見て見て、見えます？これなんか白いのあるよね。これ卵なんじゃね？いいや、とりあえず今いいとこにいるから、まず餌をあげてみましょう。これはちょっと後で要確認だな。はい、基本的にね、いつも餌はばらまきなんですけど、せっかくなんで今日試しにピンセットであげてみましょうか。食べるか、逃げるな。キヨシは？キヨシさん食べます？食べる感じがなさそうだな。葉っぱがめっちゃ邪魔。あ、ごめん、逃げちゃいましたねじゃあとりあえずね、コオロギはね、バラ巻きで入れておきましょう。コオロギはね、いつもこんな感じでバラ巻きなので、まあ、こちらはねいつもカルシウムまみれになっちゃうんですけど、まあ、時々水スプレーでシューってやったりとかして、まあね、粉をできるだけどかしてるんですけど、まあ、どんどんね溜まってっちゃいますね。まあ、これを多分適当にみんなそれぞれが追いかけて食べてるんだと思います。じゃあちょっとね、さっき見つけた卵をちょっと確認してみましょうか。とりあえずその前にあそこにいたナメクジを黒山椒魚に見せたら食べるかな。食べないかな。食べない。あ、食べる食べる。はい、こんな感じで、はい、カゲキちゃんが食べてくれました。奥にいるのがシモダちゃんなんですけど、2匹いたんでね。シモダちゃん、はい、食べないかな。食べなそうっすね。非常にこの辺に、この石の上にでも乗っけといたら、まあ、勝手に食べてくれるかな。まあ、黒山椒魚は、なんかね、もともと自然界で食べてるみたいなので、ナメクジね、人間とかが食べると寄生虫の問題とかいろいろあるみたいですけど、まあ、耐性があるんだと思います。とりあえず、ここから取れたね、ナメクジは、いつも黒山椒魚にあげるようにしてます。じゃあとりあえず
で、木頭色明け屋森の刑事に戻りましょう。はい、無事こっちにねケージを持ってきました。でさっきね卵が見えたのはこの横なんだけどありました。見て2個あるよ。どうなんだろう、有精卵なのかな。ここにいますね、ヘレンが。ね、これでもシリコンでね貼り付けちゃってあるんで、もう今更剥がせないから、もうこのまま有精卵だとしても孵化してもらうのを待つしかないんですけど、はい、これ裏側見てみます。どうなってんだろう。よっ、あ、ここに結構隠れてんだな。今ここに、はい、気を引きましたけど、結構コオロギとかもうまいこと隠れて、結構このね表から見た時にこの下に行くのは見えたんだけど、この下からここに入ってんだね、このラッカーに。あ、なんとなんとここにも1個卵発見。なんと知らぬ間に3つ卵産んでました。見えます、これね。ここも多分入れちゃうんだね、この辺から。これシリコンで貼り付けて入れないようにしたつもりだけど入れちゃうんですね。無駄な抵抗でしたね。エコロギもここ逃げちゃってるし。さあ3個あるけど、このヤモリはあれかな、ワンクラッチ2個じゃなくて1個ずつ産むのかな、体の大きさ的にもね。どこ行ったんだろう。あ、ここにもうまいことキヨシが入ってますね、やっぱりね。もうこの裏側がネグラになってんだね。でここには入れておいたわらじ虫もここに陣取っております。はい、というわけでここはうまいことね逃げ場になってたようですね。うん、作ってから初めて裏側見たわ。いやこれね、ケージのここがね、わかります、こう通気口になってっからすごいね。これ後で掃除しとかないとね、これね霧吹きしててもすごい気になってたんで、ね、こっちに垂れてないかなと思って、これめっちゃ垂れてるね、これはね。はい、これはとりあえず有精卵なのかな、どうなんだろうな。はい、あととりあえずあれだね、さっき言ってたこのちょっと流木とか洗ってきますね。あとまたすげえ2匹もここにナメクジがいる。これも黒山椒にあげよう。いっぱいいるな今。ちょっととりあえずこれ洗ってナメクジをいっぱい黒山椒に入れてきますね。とりあえずねこの流木少し洗ってきました。で今ね他に卵ないかなーってちょっとね地面の方も見てみたんですけど、流木とかどかして、そしたらね1個ねありました。ここに見えるかな、ちょっと見えづらいんだけど、このちょっとすいません、よいしょ、取りづらいんだけど見えますかね、この奥、これね、これどうなんだろう、これなんか割れてる、これ穴開いてるの、これもちょっとピントが来ないね。ピントがこの草があるとピントが来ないんだよ。これですね、ここに。これちょっとこれは一回取ってみようか。取れそうだな。ちょっと手で取ってみますね。はい、今ね手で取ってみたんですけど、これさ、これ割れて中身ないんだけど、これどういうこと、これ生まれてるってこと、中に何かいる、
なんかわらじ虫かなんかが、わらじ虫がこの中に巣を作るとかある？食べちゃうとかあるのかな？どうなんだろう。とりあえずこの中にね、木頭色分けヤモリはもうすでにいなそうです。これ埋もれてるってことかってる。どうなんですかね。そんな早く埋もれるもんなのかな。まあ、いたとしたらこの中のどこかにいるのかな。でもいなそうですよね。いなそうですよねって俺しか見えねえか。何言ってちょっとテンパってますけど。まあ、ねえ。もしかしたら、小笠原ヤモリとかもそうなんですけど、コグイっていうことも可能性としてはなくはないのかな。多分結構小さそうですもんね。カラカラのタイプの、硬い殻のタイプの卵ですね。木頭色分けヤモリちゃんは。はい。ちょっと、まあこれからもしかしたら生まれてるのかもしれないので とりあえず、まあ目を光らせるようにはしておきたいと思います。じゃあとりあえずね、卵の探索も終わったので、まあベビーがね、もしかしたら生まれるかもしれないということで、脱走経路を改めてね、マスキングテープでしっかり塞ぎ直しました。で、木頭色分けヤモリちゃんたちはですね、みんなこの裏側に集合してますね。よいしょ。ちょっと映り込んじゃってて見づらいんですけど、はい、ここに見えないね。ここにいるね。ここに1匹2匹ヘレンが2匹います。もうちょっと映らないかな。なるほど。あ、こうやってやってみようか。はい、僕の手が映っちゃう。これがキヨシで、この卵、これもね、なんかね、割れてるっぽいね。これさっき見たら生まれてるのかな、どっかに。やっぱ食べちゃったのかな。で、ここに、ヘレン1匹、ヘレン2匹。で、こっちのやつもね、卵ね、なんかこれは下、これ割れてるっぽいよね。これも出てきちゃってんのか、ちょっとわかんないですけど、なんかこれ下の方ね、ピントがうまく来ないけど、これアップにしたら映るかな。よいしょ。割れてるわけじゃないのかな。ちょうどなんかわらじ虫がいるけど。なんかでもね、割れてるっぽく見えるんだよな。まあそれか無精卵だったのか。ここにもね、もう一個あるんですけど。まあどうなんですかね。有精卵か無精卵かわかんないけど、まあ。どっかでね、ある時、まあ、この子たちのね、子供がひょろひょろっと歩いてるのが見れたらいいなと思ってます。じゃあとりあえずね、元の場所に戻していきましょう。はい、というわけでね、元の位置に戻しました。まあ、果たしてあの卵は有精卵だったのかな。ちゃんと生まれた後に、まあベビーちゃん見てないんでね、食べられちゃったりとかしてんだかわかんないですけど、まあ、そもそもね、隠れてるんで、たまーにね、最初みたいに出てるんです。今、そこの奥に見えるかな。キヨシがまた出てきましたけど、まあ、こんな感じでね、まあ、隠れてるので、まあ、一匹ぐらいね、せっかくだから、ベビーちゃんね、出てきてくれるといいんですけど、まあ、ね、そのうち、ひょこひょこっとね、ちっちゃい木頭色分けヤモリが見れるのをね、楽しみに待ちたいと思います。はい、というわけで今日はうちの木頭色分けヤモリのビバリウムから餌やりをね、取ろうと思ったら餌食べなかったんだけど、急遽木頭色分けヤモリの卵を見つけてですね、結局まあ割れちゃって出てっていうか、もう生まれちゃってたかもしれないの合わせて4つ卵をね、見つけることができましたけど、果たして今後の展開はどうなることやら。またね、次何か進展ありましたら動画にしたいと思いますので、見ていただけると嬉しいです。
はい、それではまた、ブラケでした。バイバイ。